はい、これはですね、リゾート、ドールハウス、リゾートですね。こちらのドールハウス結構ね、シリーズといって10個以上あるのかな、なりまして、そのうちに3つ買いましたけども、ね、まあ、初めてこれを見た方にとってみれば、まあ、以前紹介し、他のやつで紹介したんですけど、初めてこの動画を見た方はね、ああ、スカイライン54がとうとう頭がおかしくなったのかと、ね。とうとうこの人頭がおかしくなって頭のネジがどっかへ飛んでっちゃったみたいなね、可愛らしいわーとか言うならね、あーとうとうねもう寿命が来たのかなーっていうようにね、頭がおかしくなってあの世に行っちゃうのかなーみたいなね、あの世には行きません私はね、で決して頭のネジが飛んでるわけではないのでね、こういうのがまあやっぱりその街を作るためにはやっぱり必要なので買ってきたんですね。一見これは確かに女の子用ではあるんですが、まあなかなかそういったものをあえてこう飾っておくっていうのも楽しみ、楽しそれもあえて面白いかなっていう感じではありますね。でこういうふうに可愛いお家を作って遊ぼうって言ってこれを差し込むんですね。番号に差し込むと出来上がるよ。だからのりはいりません、ハサミもいりませんっていうね、使うはハンドですみたいなね、ハンドを使ってですね、で組み立てようみたいな感じですね。で、まあできれば他の人も言ってる方もまあいたんですけど、爪楊枝があればいいかなっていう感じであります。ちょっとちっちゃい子供あたりだとですね、そのこういうのって細かいですから穴を開けるのにちょっと苦心すると思うんですね。ですからそういった場合にやっぱりこういったもので爪楊枝でプチプチプチってこう開けるとですね、なかなか作業がしやすいんじゃないかな、建設がしやすいんじゃないかなというふうには思いますね。こうリリスがいて女の子がいてね、男の子のバージョンも確かいるんですけど、まあ、こういうふうな、なんかって秘密基地ですね、これ、無のリゾートのね。うん。まあそういった感じがいいね。これはキノコでしょうね。キノコの家とここに秘密基地の、別荘っていうんですかね。まあそういったのが木の上にこうあります。まあ誰でもね、やっぱり女の子でもやっぱりそうなんでしょうね。男の子でも女の子でもやっぱり秘密基地ってのはやっぱり憧れるんでしょうね。ですからやっぱりこういったもの、まあ実際にそういうのを作ってる方もいらっしゃいますけども、なかなかそういったものがあるといいなっていう感じではありますしね。ですからやっぱり秘密基地を作ろうっていうことはやっぱりそれは何て言うんですかね。やっぱりちょっとしたその別荘っていうか、そういったものを作りたいな、そういったところに住みたいなっていう人がいるってことですよ、少なからずね。だからそういう人がいるっていうのは非常にいいなということですし、まあなかなかこういうふうな、ものっていうのは、まあちょっと作るのは大変かなと思いますが、なかなかこういうのを作っていければいいなっていう感じです。どうもありがとう。